んかなって思うんですよ。ありがとうございます。アンコールなんですけど何聞きたいですか？早い、手挙げるのが。はい、ふるさとポップでございます。ふるさとポップやりましょう、やりましょう。ちょっとこの板動かしていくか。あ、使おう、使う、使うわ、そうだね、使うわ、そうだね、動かさないです、なんでもない。ふるさとポップだって、あずまい社長が喜んでるわ。はい、それではアンコールありがとうございます。聞いてください、ふるさとポップ。アンコールありがとうございます。もっともっとフラリー大好きになってください。僕にだって誰にだってあるもの、日々を彩る虹のメロディー、だって今で今だって今だってドラマのことの絵が出てるシナリオ、君と生きることはまるで育てた僕がだって実るの何個かね、はい、したいと思います。はい、はい、あ、じゃあすいません、もうライブはとりあえずひとまず終了ということで、はい、まず先に、今回ですね、新しい CD を出すぞと意気込んだにもかかわらず、ちょっといろいろ政治的な関係でいろんなものが遅れ始めてしまうということで、今日はなんとかギリギリ間に合ったんですけども、ちょっと先ほど MC で言った通り、店頭の販売に関してはちょっと6月の23
3か30のどちらかでやりますので、またそれに関しては決定次第連絡させていただきます。はいはいはい、ということで夏のお知らせをどんどんしていきたいなと思っております。はい、まずちょっとご存知の方もいるかもしれないんですけども、8月7日に誰の生誕ですか？てんちゃんです。イエー。はい、これ実は8月7日、松江市では水郷祭の花火大会がある日なので。そうなんです。はい、なのでてんちゃんの生誕をみんなで楽しみつつ、みんなで松江の花火を楽しみつつ、なんて日だいい意味の方だ、はい、なんて。なのでちょっとね、時間帯もライブは早めに終わって、その後みんなで花火見ようみたいなことをこのライブハウスでよくやってたので、それをちょっとてんちゃんの生誕バージョンでやってみようじゃないかと。やった、花火やっと上がる。やっと上がります、ね、やっと上がります。はい、っていうお知らせと、9月はい17日、はい17日、誰の生誕祭ですか？はい、私ゆるとの生誕祭します。イエーイ。はい、ということで9月17日はゆるとさんの生誕祭です。はい、で、ゾンさんは2月なので、ちょっと2月の予定はまだ発表しないということでまあそして、ですね、ちょっとその話が前後するんですけども、7月の中旬あたりからなんですけども、ちょっとフラットリリックスでちょっとクラウドファンディングをしようと思っております。ですね、ちょっとミニアルバムを作りたいなと思いまして、っていうので、またクラウドファンディングのお知らせ、まあミニアルバムだけじゃないんですけども、ちょっといろんなイベントごとに関しても、ちょっと今までこの中でできなかったことがいっぱいあるので、それをちょっとやりたいなと思って、皆さんの力とともに一緒に作ることができればと思っておりますので、またそれに関しては改めてちゃんと詳細等の告知は出させていただきます。そしてそのミニアルバムの中には、新しい曲もありますし、まあ、今までのふるさと僕とか太陽と地とかあの辺の曲もありつつも、2人編成の CD の中の音源の中の曲もちょっと3人編成でやりたいなということで、ちょっと1個新たな形ということでミニアルバム出したいなと思っておりまして、で、8月頭もしくは7月末からですね、ちょっとその新しい、まあ、今のその逆襲、あの2人日より逆襲の音源、そしてミニアルバムはちょっと8月の後半か中盤になるかなっていう感じなんですけども、そういう段取りで今動いてまして、それをひっくるめたツアーというかをやりたいなと思っておりまして、もちろん今いろんな場所が決まったりもこれから決まったりもしますので、ちょっと10月の10日が一応ツアーファイナル、そしてワンマンライブを米子でやろうと思っております。なので今後も日程はどんどん追加されていきます。今まで大阪も行ったり姫路とかにも行ったりとかいろいろあるんですけども、多分一番気になるのが何人で行くかっていう話なんですけど、3人で行きます。やったはい、なのでちょっとどういう定義でツアーを回っていくかはちょっとまだあれなんですけども、10月10日にファイナルをヨラフズで、しかもくしくも天の日ですからね。うん、天の日です。天の日スペシャル10月10日、はい、うん、天の日近いの、はい、なのでそういう形でちょっとやっていこうかなって思っております。そして最後に、はい、ちょっと細かい分、まあ、ツアー回るぞっていうのと CD 出すぞ、クラウドファンディングするぞ、夏のなんだろうミニアルバム出す目的で頑張ってるぞみたいなこともありますし、まあいろいろ細かなことはまだこれからもどんどん発表していきます。そして、最後にこれが最後のお知らせになります。この回の最後のお知らせになりますということで、どうぞ。はい、てんちゃんから、皆さんに大事なお知らせをします。10月10日のライブをもって
卒業します。最近また県外とかいっぱい出れるようになって、私をリボンちゃんとして入った時から知ってくださってる方、ずっと応援してきて支えてきてくださって、これからだって思ってくれてる時だし、最近知ってくれて、まあ、いいアイドルグループ見つけたぞ、これから押すぞって思ってる時っていう、いろんな人がいると思うので、ちょっと残念なお知らせをちょっとここでしてしまう形になって申し訳ないなっていう気持ちがあるんですけど、私はみんなが知ってる通り、みんなのことがすっごくすっごく大好きなので、10月10日まで応援してもらって、その最後の日にみんなに背中を押してもらって送り出してもらったら嬉しいなって思います。で、理由なんですけど、自分がやりたいことの参考になることが今海外にあって、少し長い間行ってくるので、このタイミングでのお知らせになりました。最後までみんなと一緒に駆け抜けていきたいなって思ってるので、一緒にてんちゃんたちと一緒に最後まで楽しい時間を過ごしてほしいです。以上です。ということで、ですね、まあ、さっきちょっと全部ね逆説になっちゃうんですけども、といった事情がありまして、ちょっとすごいタイトなものになっちゃうかもしれないんですけども、今までこの3人でやりたかったこととか、コロナ禍によってできなかったことがいっぱいあったので、ひとまずやれる限りのことは10月10日までに全部やりたいし、行きたい場所も全部行くし、やってみたいことは全部やってみたいなっていうことで、ちょっとですね、いろいろ情報が錯綜するかもしれないんですけども、全部やるんで、ということで、皆さん、よかったら、無理せずに、可能な限り、一緒に楽しんでもらえればいいなって思いますし、僕らも、それがあるからじゃなくて、最後の最後まで、フラットリリックスのこの3人として、やっていくのが、我々らしさなんじゃなかろうかということなので、ちょっとまだいっぱい発表したいとか、いろいろ約束しなきゃいけないこととか、約束を果たさなきゃいけないことが山ほどあるんですけども、ひとまず10月10日がひとまずの、ゴール地点だというので、それまでバンバン前向きに頑張りますので、ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。ということで、はい、この素敵な BGM、これもこれもこの CD もありまして、これがてんちゃん、はい、10月10日最後にこれ最後にっていうのは変だけど、この曲をね元気よく歌えるようにみんなでね頑張っていくっていうのが、なんかてんちゃんらしさでもあるんじゃないかと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。すいません、もし よかったらなんですけど、SNS とかで書くときはちょっと先にてんちゃんから書きたいなって思うので、ちょっと内密にっていうのも変なんですけども、ちょっと静かに、あ、別に内緒ってわけじゃないんですよ、ちょっとごめんなさい、そこだけできたらお願いします。ということで、じゃあ最後に挨拶をして、はい、いつもの締めの挨拶ですか。いつもの締めにしましょう。はい、で、この後特典会もありますので、またご案内します。はい、あ、いたまんまやるんですね。あ、じゃあ帰ります。
はい、それではこの後物販お待ちしております。以上、ウルトです。テンです。ゾンです。